どうつか森保ジャパンの国士問題をバッサリ来たくない選手は来なければいいそんなこと言ったのかな負担を考慮して隠した相手の試合ではベストメンバー不要論も高まってるが僕は来たいです来たくない選手は来なければいいそれで後々外されて文球選手もいるでしょうけど僕は全部必要したいと断言これさ国士問題とかさあのベストメンバー必要かみたいなのってさ多分選手誰も言ってないよねそれね言ってんの誰か多分言ってないよねこれ。 多分あの SNS とかさ、そういうところでこのサポーターの方とかファンの人の声がかなり可視化されるようになったじゃないですか。それでなんかこの相手がミャンマーとかこう隠した相手にヨーロッパのサッカーリーグがもうすごい過熱する中で休ませてあげた方がいいみたいな、そういうさ、ちょっと識者の感じの声みたいな、なんかそういうのにさ、話題がない中でそれをメディアが取り上げて、そっちがなんかメインストリームっていうか、ね。 マジョリティの声みたいなさ、多数派の声みたいになってるだけで、実際これ言ってる人いないよね、多分ね。で、それをもっとね、なんか話題にするために、なんか記者の人が質問して、同案も答えてるみたいな感じだから、これ実際にはこんな声上がってないか、今まで通りだよね。あの、ヨーロッパサッカー好きな人だったりさ、その例えばね、ブライトンとかアーセナーとかリバプルとか応援してる人が、いや、この時期呼ばないでよみたいな言うから、そういう声になってる。実際に誰も思ってないし、クモもね、いやも,もう別に。 こんなことら練習してますからね、みたいな感じで。実際はこんなのないと僕は思ってるんですよね。<laughs> ないというか、普通にいつも通りっていうことかな、みんなも話題に苦しいんだろうなって感じになんですよね。ベストメンバーふやるみたいな。だって監督としてはベストメンバー組みたいですからね。負けちゃいけない試合ですからで。それ誰呼んで誰呼ぶな、みたいなのは、まあスポンサーさんとかそういうのの話もあるし、興行だしね。実際は誰もこのテーマに実は熱持ってないっていう。 同案も、久保も聞かれたから答え、久保なんて聞かれたら答え、聞かれたから答えただけって言ってるしね。サポーターの人も,も、まあ、出切れが読んでほしくないけど、まあ、そういうもんだしなってほとんどの人が思ってるみたいな。同案別に出現はしてないと思いますね。同案は普通に思ったこと言っただけというか。同案の話しよっか。同案のみんなニュース見たコロンビア戦の試合後のコメントね。同のもっと縦パスを入れるべき。ね。なんか、 こんなことありましたね、リベンジャーズで。<laughs> J リーグ批判するわけじゃないですけど、このンビア戦は J リーグっぽい感じのサッカーをしている感覚があった。もっとヨーロッパは縦に早くゴールに向かっていくサッカーで、サポーターの感性が常に響く。チームとしてやりたいことも,もちろんありますけど、その中でもプ,プライオリティを忘れちゃいけない。で、これを聞いてみんなどう思うかって話ですよね。で、チームとしてやりたいことあるっていうのは、しっかりつなぐってことですよね。縦パス入れるの少ないっていうのはつなごうって言ってるから、みたいなことでで。 別に J リーグっぽいサッカーが悪いわけじゃないですよね。だって同じようなやり方でさ、ボールが行き来しないやり方で勝ってるチームだっているわけだから。まあ、海外マウントには聞こえるよね。確かに。縦に早くゴールに向かってくサッカーってさ、長いボールボンボン入れてみたいなプレス前からかけてみたいなことだけど、これってさ、どうやってやるかっていうと監督のデザインじゃん。で、なんで前にボールが行かないかっていうと、前にボールが行かない形やってるっていうのは、まあ、みんな切り抜きとかもう見てくれてるじゃん。なんで前にボール行かないかってやつ。だからそこは割愛するね。で、前からのプレ なんだけどコロンビアがこう通戦場でアンカーを置いてってやってる時に日本がさ青日本でさ4411みたいなこういう形でアンカー切りながら出ていきますでこの今度この横パスに対してここ出てってこう全部はめてっていう形じゃないんですよこのパスに対してこっち出てったら今度こっちが都るだからここは人数残んだけどずっとはめれないみたいないあとゆっくりになるじゃんでここでこう縦に出てくとかさもしくは この4、2、3、1で行ったところに切っていって、全部はめに行くとか、そういうのはずっとやんないよね、日本代表は。これによって、相手の,あの攻撃の時間が長くなるから停滞する。で、自分たちの攻撃の時に、この通戦馬間でパス回して、サイドバックは相手のサイドハーフに捕まえられやすい立ち位置に立ってるし、中盤は斜め後ろに立ってない時間が多いし、で、ウイングはここのパスコースがない上に高い位置立ってるから、サイドバックには,あのはまるというか、捕まえられちゃうしっていう。 これは、紐解いていったら、ま、監督のせいですよ。で、もっと紐解くとそういう監督しか呼べないし、5年もやらしてる日本サッカー協会のせいですよね。で、縦パスを入れたらこれ解決するのかっていうと、みんな解決すると思う。ここが、ペナ浜にいないからこれ、立ったとしても、こっからここで後ろ向きでウィング受けるしかないし、じゃあこのまま横パス入れながらビルドアップするのかっていうと、横が繋がってないから、相手からしたらこう広がる必要がないから、間閉じた状態で無理な縦パス入れて、ここで、 無茶ぶりした時にザキヤマさんだから受けるみたいな感じで、久保とか伊藤とか道安とか三めじゃないと無理っていう。思わないよね、みんなね、縦パス入れれば解決するだから、これで言いたいことは、選手ってこのぐらい感覚的にやってるってことなんです。いつも言うじゃん、俺。選手って別にそんな戦術的に考えてとか、合理的に考えてやってる人なんて、ほんと一握りだ。道安ですらこうなのよ。これは別に道安が悪いってわけじゃなくて、これが選手の感覚なの。 だからこそ、監督っていうのは、ちゃんと、選手がやりやすいように作ってあげなきゃいけない。足でやって、めちゃくちゃマッチョなやつらが、死ぬ気で邪魔してくると。そんな状況でさ、頭フル回転させて、みんなで緻密にやるなんて無理でしょ。で、そんな中で選手は、縦パス入れた方がいいとか、前にボールをもっと送らなきゃというか、じゃあ、どうしたらボールを送れるのかとか、どういうのが必要か。だから、まあ僕は自分のチームの時に、まあみんなドキュメントね、リベンジャーさん見てるけど、ルチオを呼んで、縦パスが、縦パス入れなきゃいけないんじゃないんだと。 ちゃんと迂回経路を作る必要があるんだとで。縦パス入れるんだったら斜め後ろに立って声体入れて相手にボールを奪われない入れ方をしなきゃいけないんだ。こんなのやってるわけないじゃん。日本代表が。だから無理なんだ。ビルドアップっていうのは日本代表には。ヨーロッパだと前にボールが行って歓声が上がるからすごいとか。でもそのぐらいの感じなのよ。このニュースから言えることは選手はこのぐらい感覚だっていうことを分かるべきだし。 だからこそ監督っていうのはその感覚でやってる選手たちに対して戦術的というか戦術って戦力の運用だから戦う術だからその戦力自体がこういうことを言わなかったり考えなくていいような形を浸透させなきゃいけないんですよねだってあれじゃん俳優だって別に脚本考える書いたりするわけじゃないしさまあそういう人もいるけどそんな一本当人いいでしょで俳優が良くないと、ね、ドラマの視聴率は取れないしいくらいい俳優でもダサくにはなるじゃん綾はるか使ってんのにひどい映画いっぱいあるじゃん でもこの脚本微妙だなって思うけど、坂井雅人だから面白くなってるっていうのもいっぱいあるでしょ。だから、道安とか、三笘とか、久保伊藤とか、あの辺のおかげで、なんとかゴールデンで放送できるドラマになってみたい。な実際はいい脚本かつけたら、 高視聴率が取れるみたいな。っていうのが、まあ今の日本代表で。でも、お祭りになると、特番になると見る人とかいるじゃん。普段サッカーって深夜番組だかね、サッカーファンだけが見るもんだから、本当に深夜に放送しているっていう意味じゃなくて、そういうクローズドなコミュニティの中で楽しまれるもんじゃん今って。だけど、ワールドカップになるとそれがゴールデンで毎日放送されるようになる。ってなると、その時だけ来る人たちが、アートコーデ言うじゃん。で、なんかそれでいいみたいになるじゃん。で、結果また、深夜番組に戻った時に、本当はもっと面白いコント作れる人がサッカーに入るはずなのにってなる。 どうもいってね、この試合、2試合シュートが少ない。えー、戦術ありますけど、もっと基本に立ち返るべき。ラスト15分ぐらいは強度が上がって切り替えも早くなった。相手陣内でボールを奪えば、ビルドアップも必要ないので。そう。なんだけど、相手陣内からのボールを奪うのって、どういうふうにはめるかっていうのを考えてやることはでも、堂安のオリンピックでの,あの試合とかも全部見てるけど、日本代表見てるけど、ちゃんと前からのプレスを段階的にはめて、奪いまくったり、相手が蹴ったところ回収するっていうのを見たこと、本当に一回もないじゃん。 そうだから、ドーンが言ってることは、やれてた時期があるみたいな感じで言ってるけど、やれてないんだよね、実際。だって、やれる人なんて呼んだことないんだから、日本に。だから、まあ、今起きてる現象っていうのは、後ろの選手たちが、なんか戦術にこだわって縦パスを入れてないわけじゃなくて、縦パスを入れれないんだよ。で ね、日本代表の選手たちからしたら、後ろを選ばれた選手からしたらさ、次も呼ばれたいから、不用意なパスでパスミスして次呼ばれないとか。で、そういうのをさ、あ、俺の戦術悪かったからみんなパスミスしやすくなったんだなって考える人じゃないじゃん、森保さん。今までの采配とか人生見てたらさ。ってなると、それはね、 どこで縦パス入れればいいのなんか、ワンチャン入れてうまくいったら褒められるけど、そうじゃなかったら次呼ばれないしなんド同が言ってることは、ちょっとチームメートに対してもちょっとかわいそうですよ。パス回してる側の気持ちも考えてあげてって思いますね。だから、まあ、同好きな選手だし、あんまりこういう思ってたって言ってあげたくないけど、まあ、当然、同案自体もね、俺は良くてみんな悪いみたいな言い方は当然してないだろうし、ただ、この言い方っていうのは、ボール回してる側の選手が良くないって言い方には絶対なるし、厳しいこと言わなきゃいけないって言ってるから、そうだから。 縦パス入れられない配置構図、原則になってるよっていう原則というか、そう、意味のないサイドバックの入れ方、意味のないサイドバックの上がらせ方をしてるから。で、それをね、まあデザインしてるのはね、ナナミさんだったり、そこにね、三笘とかもこれじゃもうあんねえって言って、ブライトのやり方とか教えたりして、まあ、ぐちゃぐちゃだから。で、このぐちゃぐちゃをずっと待ってて、4年後に、ああ、もう、直前でもうビルドアップできないから、守ろう気合でやろうってなって、それで買って、感動ありがとうって言ってるから。 その時だけ来てね感動ありがとう言う人とか感動ありがとう言う人たちに向けて作るメディアが日本代表をね放送するメディアだからね、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょうどうぞふとこでしたバイバイ